1953年、堀誠5月24日から1980年1月16日は、日本の政治学者、政治家、宮城県出身、宮城県仙台市生まれ、第2高等学校を経て、東京帝国大学法学部卒業後、同大農学部、慶応義塾大学などで講師を務め、法政大学では、講師、教授を務めた。 第二次世界大戦後の1947年、第一回参議院議員通常選挙で日本社会党から参議院議員に当選。翌年には離党して労働者農民党の結成に参加し、党中央執行委員に就任した。また、民主主義科学者協会理事として、学術文化の民主化運動にも尽力した。1956年に政界引退。 愛知学院大学教授、中央労働学院長を務め、日本平和委員会、日本キューバ友好協会では、理事長を務めた。1965年10月から1979年5月まで、安保破棄中央委員会の事務局長を務めた。国権派、左翼の論客として、戦後活躍した堀田が、戦時中は、 今や、王党は共栄権の理想は、実現の第一歩を力強く踏み出したのである。これ一重においつの死から占めるところとはいえ、また、皇軍将兵の優先奮闘の致すところであるという、戦争賛美。我が国体の客観的認識によるとき、それは、万世一系の天皇を中心として、国家を形成、発展せしめてきたということである。 すなわち天皇は国民を赤ごとおぼうしめされ、国民は天皇を現人心として尊崇したてまつる、いわゆる一君万民、君民一体の国家生活を営んできたこと。これが、我が国体の具体的表現であるという国体賛美の論調を張っていた。進歩的文化人学者先生戦前線を現地集には堀について、次の副題が付けられている。 堀誠、こと、内手氏山室尊皇上位論者、進歩的文化人学者先生戦前戦後現地集、全望者、昭和32年。ありがとうございます。